砲台はイギリスの海外領土であるジブラルタルにある沿岸防備用の砲台及び要塞かつてジブラルタルにはムーア人がおり後スペインが250年にわたりジブラルタルの岩を支配した1704年イギリスがここを占領し1720年には何門下の大砲を据え付けたそれは2門の18ポンド砲と同じく2門の12ポンド砲だった 1744年までには、ロージア湾沿いに20門の大砲があった。パーソンズロジ砲台は、元は、第九ロージア砲台と呼ばれたものである。その名は1761年に、初めて記録に現れ、伝えるところでは、サンジョンザグリーン教会、修道院を記念して名付けられた。1840年10月初め、彼は1841年6月まで滞在し、 イングランドに戻った。彼はパーソンズロジ砲台の強化を助言し、それによって1842年には8門の大砲が据えられた。砲台にあるビッカーズ12本の砲軍事的な重要性の高まりにより、3門の先褒め戦場18トン砲が置かれ、ジブラルタルでの唯一の白地となるロージアワニへの侵入に備えた。これらの大砲は1884年に据え付けられた。 これらの大砲は1 8 1ラムの砲弾を4キロメートル先まで飛ばすことができ、ジブラルタルシールドと呼ばれた鉄とチーク材からなる特製の覆いに隠された。この覆いはチーク材の厚いをさらに厚い鉄板で囲ったものである。要塞の真下には1本の細いトンネルがあり、かつてはメートルゲージの鉄道が1本引かれていたが、現在は道路になっている。 このトンネルは1880年代に建設され、石切り場から切り出された大量の石をカンプワンからジブラルタル港のサウスモールへ運ぶために作られたトンネル2本のうちの1本だった。この砲台は両世界大戦でも使われ、1941年には対空砲、対戦車砲、対空探章砲が設置された。そしてこの砲台は1950年代に廃止され、 1994年にジブラルタル遺産トラストが大規模な修繕を行った。敷地にはジブラルタル博物館も含まれる。パースンズロジ放題からブエナビスタ弊社までは一枚の兵が続いている。この兵とカンプワンの上のマシクリーギャラリーは共にリスト A の物件であり、ジブラルタル遺産トラスト条例により保護されている。この条例により、 それらを含む多くの物件が1989年にジブラルタルイサントラストへ移管された。パースンズ・ロジ放題の詳しい見取り図1898年から1956年の間、これらの建物には敵の艦船を照らすため90センチメートルの単照灯が置かれ、それぞれは2億直行の明るさを持ち、3度幅の光線は4.6キロメートル先まで照らすことができた。 ローワーパーソンズと呼ばれたもの。1941年から第二次世界大戦が終わるまで、ロージア湾の上陸地点を守るため、ここに一門の六ポンド砲が置かれた。この大砲は2 7キログラムの砲弾を3 7キロメートル、先まで飛ばすことができた。およそ1725年から1840年まで、カンプ湾を守るため戦場のない砲がここに一門置かれた。 一時期は24本の砲が置かれ、休憩の1 1ラムの砲弾を1 8キロメートル先まで飛ばすことができた。これらの大砲は、カンプ湾とリトル湾に上陸しようとする敵軍に対するため設置され、常実の2つが台座に置かれたのに対し、コンクリートブロックの上に置かれた。バンの戸口には、サマセット系不評連隊が1941年のクリスマスイブに、 そこを完成させたと書いてある。常日の番にある通り、一時期、ここには9ポンド砲が置かれ、4キログラムの砲弾を1.2キロメートル先まで飛ばすことができた。パースンズロジ砲台には、これと同種のシェルターがいくつかあり、実際に射撃を行う、兵員以外の兵員を保護できるようにしていた。これらはその構造の基礎となっている波状の鉄の形状から、ゾウシェルターと呼ばれた。 ここには、ビッカーズ中期関銃が置かれた。それは0.303インチ弾を使い、軍用ライフルと同口径であり、1分間に500発の射撃ができた。この側面には、リーエンフィールドを持った狙撃兵がついた。カンプワンとリトルワンの上陸地点の敵に備えるため、そこを見下ろす、岸壁側面に、2丁の中期関銃と2丁の ショートマガジンリーエンフィールドを置く穴が作られている。砲兵部隊と1808年に建てられた海軍食料保管施設の敷地上の境界を示す石がこの壁に埋め込まれている。この石灰岩の大きな構造物は以前の構造物を1842年頃に置き換えたものであり、それはジョン・トマス・ジョーンズ少将の勧めによるもので、当時は8問の大砲が置かれた。 1873年までには、砲台は3本の先込め10インチ18トン砲を置くようになった。手前の通路は校舎で使われた。400ポンド10インチの弾丸がここに貯蔵された。一時期、番の場所は蛍光武器庫、平たく言うと用具庫として使われた。弾薬庫での防発事故を防ぐためには、厳しい注意が払われた。例えば火花を散らさない。 同製品やサンダルを使ったり、ガラスをはめた明かり取りやくぼみから弾薬庫を照らすといった方法がよく取られた。オイルランプがここで貯蔵、提供された。44ポンド弾と70ポンド弾の2種類が、袋とブリキ容器に入って置かれた。この通路の突き当たりは弾薬昇降機になっており、弾薬と重機を上へ運ぶようになっていた。すぐ使用できるようにされた弾薬塔及び弾丸が、 石灰岩でできた四棟の建物に保管された。最も北の建物は、下の弾薬庫から砲弾を取り出す、巻き上げ機がある。第二次世界大戦中にはここにブレンケー機関銃が取り付けられたが、後に取り外された。ナンバー2と呼ばれる建物にも、弾薬東用の巻き上げ機があり、1963年から1956年の間、 90センチの対空短照灯が取り付けられた。これは2億触光の明るさを持ち、細い光線で6キロメートル先まで照らすことができた。ナンバー3と呼ばれる建物には、1942年10月16日に3インチ、対空ロケット砲が取り付けられたが、後に取り外された。ナンバー4と呼ばれる建物には、1941年11月16日に、 五法ス 40mm 機関砲が取り付けられ、これは今も残っている。1873年から1892年の間、10インチ戦場先込めが多いのついた朝顔型銃願3箇所それぞれに置かれた。これらはウーリッジで製造され、400ポンドの弾丸を約 4km 先まで飛ばすことができた。これらの方は、ここで使用するために特別に開発され、 ジブラルタルシールドの名で世界的に知られる装甲板と地域材に挟まれる形で海からの攻撃より守られた。ありがとうございます。